静かなところにいます。ちょっと今、自分で散髪しました。一応母親の方が床屋なんで そういう器用さもあります。今ね、コーヒーをね2本買ってしまいました。最近ちょっとはね2、3回ちょっとそういうことができましたね。ほんと、やっぱ音声送信があるのでね、そっちの方に意識を奪われちゃってね、冷たいの買っちゃうとかね。ね。今、頭に攻撃を結構強めてきてますね。もうやけくそになってますね、だいぶ。僕に、ツイッターで書かれてね。で、さっきもね、なんていうのかな。創価学会の、情報のそういう貶めるテクニックでね、なんていうのかね、例えば僕がなんか人に対してこうね、なんかこう、いいことって言ったら変ですけどね、僕は普通にさらって何でもやるけどね、親切に、別に親切にしようとかいう意識もなくさらっとやる。そんなことはともかく。で、やるとね、なんかそれを逆に自分がね、なんかこうされてるとかね、あとは逆のことをしてるとかね、なんかそういう情報拡散するらしいですね。今鼻にかゆみの電磁波打ってきましたね、なんかここに。ね、で、さっきこのコーヒーをね、これ2本買っちゃいましたね。結局冷たいのとはあったかいのね こんな感じで。これもなんか最近ね、電磁波攻撃でやられてるみたいですね、僕は。大したことないんですけどね、2本買ったってね。こういうこととか、あと、ツイッターでも書いた僕が、昔の話なんですけどね、もう20年ってことはないか。15年ぐらい前の話なんですけどね。〇〇さんって大変かな 21万ね。その人がちょっと、なんていうか、未納のお金があったんでね、その未納、何の未納かっていうのもちょっとばらさない方がいいんで、あったんで、それを僕が支払ったんですけどね、その話もなんかね、倉庫の入れ替えの、なんかね、落としのテクニックとか言ってね、なんかそういうのをお箱にしてるらしいですね。僕が21万を ね、支払、あの、なんか、受け取ったとかね、支払ったとか、支払ってもらったとかね、なんかそんなに聞かせてきましたね。他にもそういうのいっぱいやってるみたいですね。災害ボランティアの、岡山の災害ボランティアやった時も、道の駅で寝泊まりしてた時に、年金暮らしの人がね、パンを山ほど買っててね、トランクの中にね、詰め込んでてね、スティックパンをね、で、どうしたんですかって言ったら、香典で15万払っちゃって、ほいで、親戚からなんか、なくなってね、ほいで、もう年金受給日までお金がないから、ガソリンがない、動けないって言ってね、年金受給日まで、ちょうど8月の、あの時どうだろうな、頭ぐらいだったかな。これで、年金受給日って言うと大体、あれですよね、8月半ばぐらいかな。なので、そこまで動けないって言ってね、ガソリンが売って。で、僕は災害ボランティアやってたもんで、パンをね、パンっていうか、弁当をね、災害ボランティアの活動が終わるまでね、買ってあげて行ってたけどね、15日までいなかったかな、僕は。あと、3日か4日ぐらいで年金もらえるって感じだったんで、結構。その話なんかも、逆に僕がね、弁当をめ恵んでもらっとったとか、なんかお金も恵んでもらっとったとかね、なんか年金受給者に。
なんかそんなことまで聞かせてきてるんですけど、まあそれはね、本当か嘘かともかく。でもね、なんかね、わかります、わかるんですよ。自分のね、直に知ってるものがね、そういうことやってるみたいなんでね。まあ、親の金をね、盗んでるやつがね、僕がね、取ってるからもうないとかね、なんかそうやってるのを直にわかるから。あとは何だったっけな、僕の目の前で、障害持った人を虐待してるね、のね、見たことあるんですよね。わーってすごい。それを、虐待してる人の映像を、に、その、虐待者を、僕のその顔に 顔違う僕に すり替えて で、バカな学会員にね、地方の なんか、ね、なんていうのかね、もう、ネガティブなネタに飢えてる人をね、不幸に貶めたいなんて思ってるバカな学会員たちに見せて、ね、集団ストーカーに加わらせるとか、なんか、そんなことやってるみたいですね。まあ、しょうもない連中です。まあ、最近で、結構ね、まあ、若干でもなんか被害が減ってきたのかな。最近ちょっとだけね、電磁波兵器の出力が下がってるけど、頭への攻撃を始めましたね、認知機能ね。で、まあ、いろいろ聞かせてはくるんですけどね、そういう、なんていうのかね、まあ、今も変な音声送信聞かせてきましたね。私たちはこうやって、無駄な行動を取らせたりとかね、こうやってお金使わせるのテクニックなのよ、なんてね。まあ、いかにもなんか、邪悪そうな女の顔映像を見せながらね、やってきてますね。こんな原油がね、値上がりしてるのにね。で、こんな関東に大手かなんかね、公安なのなんつって、正体、私は公安なのなんつってね、邪悪な顔、そんなね、なんか女っていう、もうメスだね、なんか毛玉のみたいな顔映像を見せてきて、ね。で、こうやってコーヒーもこうやってね、冷たいのと、ね、あったかいの間違いさせて買わせたりとかね、これも落としのテクニックなのなんてね、公安なのなんて言ってね、国民の、ね、僕らがこの支払ってる税金のね、税金の給料でね、僕らを守るのが仕事のはずなのにね、逆にやってますよね、利子朝鮮都民ね。ね、まあそういうね、卑しい連中ですよね。国民の税金で、なんで国民の税金が給料かって、国民を守るっていう仕事をね、国民のために働くから、国民の税金、国民がその代償としてね、税金払って、その税金が給料なのにね、逆のことやっててね、国民をね、やっつけてね、そうやって集団ストーカーでね、しかもその手法がそういうふうにね、脇腹エレパスなんて今も打ってますけどね、こんなことやったりね、原油が今高騰してるのにね、こんな、ね、原油価格が高騰してる時に、こんな、今、宮崎県にいるんですけど、こんなところまでね、関東から、ね、送電線、ずっと電気流してね、僕に電磁波攻撃するってことは、それだけすごいね、石油使いますよね、それだけでも。で、国民の税金使って。で、創価学会の、なんだ、本部によるね、その信濃町からでも、ね、そこの電産室にもあるっていうけど、あるって言ってやってるんですけどね、それも一緒ですよね、公安のなんだ、物質だなんだっつってね、言って、ね、東京からこんなところまで電気ね、僕をやっつけるためにね、っていうか嫌がらせ、やっつけるっていうか、やっつけれないから嫌がらせするためにね、莫大なせ、ね、石油使ってますよね、だいたい電気代。ね。で、まあ、国民の税金を巻き上げて、ね、創価学会は、ね、株を、ね、買ってね、あれ、完全に証券取引法違反とかね、詐欺行為ですよね、株なんか買っちゃいけないですよね、そんな宗教法人がね、会員から集めた金でね、でも名義がちゃんとあるから、あれ、ダメですよね、ファイザーのとか、オリエンタルラン、ディズニーランドの株なんかもね、創価学会持ってますもんね。完全にね、非課税で集めた金でね、宗教活動目的で集めたお金を株式投資なんかしてて、やってるからね。
もう逮捕案件、もう犯罪組織ですよね、もう。まあそういう連中なんでね。まあそういうことをやってる連中なんで、あれなんですけどね。まあ、その、電磁波攻撃、今脇腹にもこう、なんか、ね、撃ってくる連中なんで、その邪悪な、なんていうな、メスのね、汚らしい、もういかにもって顔映像を見せてね、陰湿陰険に私をやっつけてやるとかね、なんか、私が支払った21万のお金をね、私が受け取ったとか、そんな情報拡散でやっつけてやるとかね、そんなことずっとやってる連中ですからね。うん、まあ、前も何回も何回も言ってるけど、ね、きっと、李氏、朝鮮時代にね、わ かると思うけど、何回も言ってるように、畑の中でね、こう、ね、犬の毛皮のパンツ履いて畑の中うろ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 してね、ね、人の畑のね、農作物をね、こうやって取ってね、取り、で、仲間がこう、もう一人公安のなんだ、そういうおばさんなんていうののとね、そう今見せてきた邪悪な女とね、こう、ね、犬の毛皮パンツ一丁で、畑の中でね、ガッて大根を使ったやつね、一つの大根を二人で掴んだとこうやってもね、奪い合いで、うーとか言ってね、ヒヒヒヒとか言って、うーとか言ってね、奪い合って、で、パって奪ってね、こうやってガリガリ食べてって、奪われた方はね、怒ってね、うんこ漏らしてね、その漏らしたうんこをね、こうやって、顔に投げつけてね、で、なんぷしょとか言って、お互いに 顔にぶつけられたらまた興奮して、そいつもうんこ漏らしてね、畑のドバーとかでね、うんこ投げ合って、顔、投げ合ってね、争うとかね、もうそれをやってるね、これで、うんこもなんだかね、こう、大根に塗って味噌とか言って食っとるようなね、そんな連中でね、それくらいのやつのね、なんだ、裏なさがね、ちょうどかなんかね、わからん、まあ、陰謀論というかで、ね、タイムマシーンね、使ってね、現代で呼び、ね、連れてきてね、で、公安の警察官にしてね、日本破壊工作のためにね、うんこ投げ合っとってね、食べ物の場合でね、うんこ投げ合って戦争しとるぐらいのレベルの低いやつをね、ほ いで、公安だの、岩田の、福田中島だのとかね、創価学会の本部職員だのとかね、もうそんな風にして、ね、集団ストーカーやらせとるんじゃないかなとかね、もうそんなレベルの話です。まあ、その程度、ね、中身がそんな程度ですよ。だから、私一人をやっつけれないようなね、ハイテク使ってね、大きな組織、ね、犯罪組織ネットワークまで作ってね、それでね、そういう暴力の内容がこんな脇腹くすぐったりとかね、ね、そういう陰湿陰険なことね、自分がいかにね、下品なやつが、程度が低いか、幼稚かね、おつむが足らないか、姑息だな、姑息でね、卑怯者ね、小心者の卑怯者ね、いやし、野蛮なね、嘘吐きかっていうのをね、もう、かえって、そういうものをね、そういうことをね、自分たちがいかにね、存在価値マイナスの畜生ガキ以下にも劣る、ゴミクズ以下のような連中かってことをね、もう犯罪で証明してますもんでね、創価学会もね、公安もね、協力するね、連中もね、まあ、そういう連中ですからね、私がやられることはありません。私はやっつけますね。まあ、はっきり言って、子孫残す資格もないような連中ですよね。まあ、そうですよね。これくらい悪どいことやってるから、子供なんかね、生まれたら子供地獄ですよね。虐待ね。なんか子供も多分ね、殺してるような連中ですよ。自分産み育ててもね、産み育てるなんてできないぐらいのね、もう、ダークテトラットってやつですね。サイコパスよりももっと凶悪なダークテトラットっていうのが、電磁波兵器使ってますからね。だから、まあ、子供が本当にいるんだったらいるんで、引き離してね、保護しなきゃいけないぐらいのやね、そういう畜生ガキ、ゴミクズ以下ですからね、まあ、そういうのをやってますんで、まあ、私は負けることはありません、やられることはありません、やっつける側です。もう、いろいろ今、Twitter と YouTube の投稿を見てもらえればね、創価学会、公安警察がね、いかにゴロつきね、吐きだめね、腐りきったね、
畜生ガキ、ね、存在価値マイナスのゴミクズ以下であるかっていうことをね、もう誰でも分かるように説明してますんでね、うん、だから私がやられることはありません、やっつける場合になってますという話です。まあ朝鮮、自主朝鮮都民ですからねね、まあタイムマシンで来たんだったら追い返してやれね、畑でね大根を買い合ってね、うんこ投げ合って戦争しとるのがお似合いのような、なんか高等長期ハイテク使ってますからねまあそういう話です。天気が良くなってくれてよかった。以上。